2011年、石川県で知人に会いに出かけた20代の主婦が行方不明になるという事件が発生しました。車はショッピングセンターの駐車場に放置され、車内には彼女の持ち物が残されたまま、警察は何らかの事件に巻き込まれたとして捜査するも、有力な手がかりは得られません。暴かれた驚愕の真相とはどのようなものか、放送カメラマンの罠とは、今回は砂浜に隠された真実を明るみにする金沢主婦事件の全容を解説します。まずは事件概要からご説明します。2011年2月6日午後9時ごろ、石川県金沢市上新谷8丁目に住む主婦の A さん、当時に17歳が、母親へ知人男性に会いに行くと言い残し車で外出したまま姿を消しました。彼女は実家に住んでおり、午後10時、帰宅しない娘を心配した両親は周辺を捜索。すると彼女の車は金沢市福増町にあるショッピングセンターの駐車場で発見されます。しかし本人は見当たらず、所持品が車内に残されたまま、翌7日に捜索願いが提出されて捜査が始まり、 A さんと接点のあった NHK 金沢支局に勤める委託カメラマンの和光康隆、当時35歳を任意で事情聴取。事件から11日後の2月17日、逮捕監禁容疑で和光の自宅を家宅捜査し、血痕が残っていたとして車を押収しました。ところが翌18日午前6時、彼は後頭部を刃物で刺して、自ら命を絶とうとするも未遂に終わり意識不明の重体。なぜそのような行動をとったのか判明していません。彼女の行方がわからなくなってから2週間後、事態は悲劇的な展開を迎えることになります。和光は命を絶とうとした2日後の2月20日に意識が回復、それから4日後の24日午後3時、石川県下北郡内灘町大根部にある海岸で砂浜に埋められた女性の遺体が発見されました。遺体は身体的特徴から A さんと思われ、外出した時と同じセーターにジーパン、首を刃物のようなもので刺され、亡くなった原因は出血性ショック。発見から4日後の2月28日、石川県警は和光の車から彼女の DNA が検出されたことで、死体遺棄罪として逮捕。1ヶ月後の3月22日、強盗殺人罪で再逮捕しました。裁判では、和光は一貫して無罪を主張し続けましたが、2012年3月2日の金沢地裁での一審判決で無期懲役が言い渡されました。弁護側が控訴するも控訴審判決でも量刑は変わらず、2013年3月6日には最高裁で上告が棄却され、無期懲役が確定しました。裁判長は判決理由として、反省の態度が全くない、残りの人生全てで罪を償うべきだと述べ、和光の罪の重さを指摘しました。事件の動機について、裁判での証言や報道資料をもとにお伝えします。和光と A さんの出会いは2008年頃まで遡り、当時 NHK 金沢放送局の委託カメラマンだった和光は A さんに対して、株式投資で高い利益が得られると持ちかけ、投資資金として A さん本人から300万円、母親から500万円の計800万円を預かることになりました。検察側の主張によると、和光はこの800万円のうち約300万円を宝くじの購入などに消費してしまい、A さんからの返金要求に応えられなくなっていました。そして2011年2月、度重なる返金要求から逃れるために、車内で A さんの首を刃物で刺して命を奪い、遺体を内灘町の砂浜に遺棄したとされています。しかしこの事件には不可解な点も存在します。彼は単なる委託カメラマン、800万円もの現金を預かって運用できる技術を持っているかと問われれば、首をかしげるかもしれません。もちろん彼女が騙された投資詐欺と考えれば整合性も取れますが、それほど詐欺の腕があれば委託カメラマンをしないだろうし、和光と A さんは不倫関係でもありません。彼には妻子が存在し、彼女にも夫がいて、事件当時 A さんが不倫した相手は別の人物で、その人が株取引をしていました。これが事実だとすれば根底から覆ることになります。和光は犯人なのでしょうか、
続いては決め手となった証拠をご紹介します。捜査本部が押収した和光の自宅パソコンからは、事件発生直後に血の匂い、消すといった不自然な検索履歴が発見され、さらに遺体なく人を手にかけるとも調べており、それを消した跡が確認されました。つまり犯人でなければ入力しないようなキーワードが検出されたのです。しかしこれらのキーワードは事件に興味に持った人でも調べるし、これだけでは甲の犯行と断定することはできません。最も有力な物的証拠となったのは、和光の車内から検出された大量の血痕で、石川県警科学捜査研究所の鑑定により、この血痕の DNA 型が A さんと完全に一致したことが裁判で証言されています。また車内からは内灘町の海岸の砂や消臭剤なども発見され、これらは和光が車内で A さんの命を奪い、遺体を海岸まで運んだという検察側の主張を裏付けるものとなりました。しかし和光は一貫して犯行を否認し、 X と Y という人物が真犯人だと主張しました。ところが検察官から、なぜ起訴前に X、Y の話をしなかったのかと追及されると、警察は信用できなかった、話を大きくしたくなかったと曖昧な返答に終始し、凶器も発見されないまま裁判は進行しました。結果としてこれらの物的証拠と不自然な言動が決め手となり、2013年3月6日最高裁で無期懲役が確定することとなったのです。和光は冤罪だったのでしょうか。ここではその可能性をお話しします。一つは遺棄現場の海岸で採取されたタバコの吸い殻から検出された DNA、 控訴審で提出されたこの新しい証拠について第三者の関与を疑えるものの、一審の裁判員裁判は期日を短くするため証拠が制限されると指摘、そのため控訴審は一審の記録に基づいて判断するとし、無期懲役で即日結審しました。それからもう一つ、現場から採取された汗が A さんの父親のものだったこと、父親は1億円の保険金をかけていたという情報もあり、この情報は彼が執筆した2023年8月26日付の冤罪被害者の会会員通信に寄せられた記事で、仮に本当であれば自分の娘にかける金額としては異例で通常ではありえません。どのくらいが平均か分かりませんが、100歩譲って親が自分に1億円かけ子供を受け取り人にするならまだ理解できますが、自分を受け取り人に子供へ1億円かけるのはいくら裕福でも論外、一般的には親の方が先に亡くなります。そのため残された子供が生活に困らないよう保険金をかけますが、彼女の父親は我が子に1億円をかけたことになり、どう考えても不自然です。ただしそれは裁判が終わった後判明した事実であり、どれほどこの証拠が正しくても再審請求する条件には当てはまりません。再審は事実認定に影響を及ぼし、法律が規定する範囲内、すなわち判決が確定した翌日から1ヶ月以内に請求しなければ権利を失うので、今回はその期日を過ぎて知り得た証拠となり、請求する権利は存在しません。だとすれば和光が犯人ではなかった可能性も浮上します。彼はなぜ自ら命を絶とうとしたのでしょうか。ここからは信じがたい警察の対応を明かします。和光がその行為に及んだのは、警察から罪を認めて自白するか自分の命を絶てと言われたからです。ただしこの主張は先ほどお伝えした冤罪被害者の解放に掲載されたもので、それが真実かどうか確証を得るだけの材料は揃っていません。彼は任意での事情聴取で刑事に囲まれて脅され、妻や子供と引き離されました。しかも、子供がどうなってもいいんか、嫁さんを返してほしかったらと言われたそうです。実家へ返された和光は、妻を返せと叫び、小刀で自分の頭を刺して救急搬送されました。この時周囲に刑事がいたので、自分の主張を示すために行動したのでしょう。刑事は顔面蒼白、まさか本当に命を絶とうとするとは思っていなかったのかもしれません。本来であれば事件を丁寧に洗い直すべきですが、この後警察は彼を殺人罪で逮捕して送検したのです。さらに裁判が始まり、自分は A さんとただの知人、
株取引をしていたのは不倫相手なので、その男性を法廷に呼んでほしいと4人の弁護士へ依頼しました。ところが4人とも相手に連絡せず、唯一は甲が無実かもしれない証言をしてくれる男性は駆けつけなかったのです。男性が出廷を拒否した、あるいは居場所をつかめなかったのではと思われるかもしれませんが、そうではなく弁護士は居場所が分かっていながら連絡していません。本当にこのような茶番が存在するのか確かめようもありませんが、現場から父親の DNA が検出されたことは、4人のうちの1人が後から教えてくれたもの、その弁護士とは音信不通となり連絡が取れなくなったそうで、この対応から父親の DNA があったことは事実だと考えられるのではないでしょうか。警察官や弁護士は法に準ずる特別な仕事であるものの、彼らも欲や感情を持った人間、上からの圧力やそれぞれの思惑で行動することはあるし、不祥事も起こします。そのためこれまでの主張をどう判断するかは受け取る側の価値観によりますが、和光は上告棄却で無期懲役と確定した後もずっと無罪を訴えているので、冤罪だったとしても不思議ではありません。次に噂レベルの情報をお伝えします。彼は仕事の関係で石川県警へ出入りしていました。そのため家業を手伝っていた A さんは捜査情報を知る目的で近づいた。そこでどのようなやり取りがあったか不明ですが、和光は掴んだ情報を彼女に流していたという話があります。実家は風俗業を営んでおり、警察に摘発される可能性を心配したことで情報通と思い込んだ和光と交流した。ただし噂の出どころは口コミなので断定はできません。しかしおよそ株取引で資産を増やせそうな男と思えない彼と A さんを結びつけるとしたら、この情報もあながち嘘だとは言い切れないでしょう。もしそうだとすれば、警察内部に摘発情報を漏らした人間が存在することになり、彼を社会の表に立たせたくなかった刑事の判断が優先され、遺体発見とある程度の証拠で捜査を打ち切ったかもしれず、裏付けなく終わらせたとも想定できます。有罪でも極刑にならないから、新たな証拠が発見されたけど、和光にはこのまま犯人になってもらおう、もしくはこれだけ証拠が揃っていればこの男の犯行で間違いない、そう考えた捜査当局により、 A さんを手にかけた犯人に仕立てられたとも否定できません。そもそも裁判自体が曖昧な展開で進んでいるため、納得できない人も存在するのではないでしょうか。無論彼を擁護するつもりはなく、これまでの行いが荒かったからこそ支援者が現れず、真偽を確かめてもらえないという限りなく黒に近い状況が作り上げられ、誰もが犯人と疑わない現実が生まれました。なぜ父親の DNA が検出されたのか、結婚は本当に和光の車から採取されたものなのか、警察は証拠品に手を加えていないのかという疑問も残されたままなのです。真実はどこにあるのでしょうか。憶測ですが、最後に事件の全容を考察するので、あくまでも参考程度に聞いてください。裁判では検察側は、被告は A さんから投資名目で800万円を預かり、約300万円を宝くじなどに使っていたと指摘し、和光の社内から A さんの血痕が見つかったことを重要な証拠として提示しましたが、弁護側は、800万円は A さんから受け取ったお金ではなく、300万円は自分のもので、残り500万円は A さんから紹介された男から預かったと主張しました。さらに弁護側は、時間的にも状況的にも被告が犯行するには無理があると主張し、被害者の服に付着した毛髪の DNA 鑑定を検察側が行わなかったことを指摘して、第三者の DNA が発見される機会を失わせたと訴えましたが、この異議申し立ては最高裁で棄却されました。事件の背景となる金銭トラブルの全容が解明されていないことなど、多くの疑問が残されたままです。この事件は未だ凶器の情報もなく、検索しても事件に関する裁判結果や経緯しか確認できません。通常このような事件で犯人の量刑が確定している場合は、生い立ちや経歴、被害者との関係性など様々な情報が挙げられます。もちろん発表できない内容もありますが、ある程度特定された状態で世間へ知らされる
それにもかかわらずこのケースでは人間関係がはっきりしておらず、事件の背後関係も不透明。なおかつは甲が株取引していた証拠は存在せず、報じられる内容も少ないので、他に隠された事実もあるのではないでしょうか。それを公にすることは望ましくないし、法を司る弁護士の面目に関わる。誤認逮捕だとすれば警察の威信に関わる。そう解釈した人物の都合により、真犯人を取り逃がした可能性もあるかもしれません。警察官や弁護士が絶対的に正しいことをするというのは幻想です。ほとんどの人は忠実に職務を全うし、弱い人の味方になる正義を遂行しますが、どれほどテストで高得点を取って合格しても、人間性までは測れないので、全ての情報を挙げて説明し、彼しか犯人になり得ないという合理的理由を並べない限りは、いつまでも冤罪の可能性がついて回ります。しかし裁判所は提出された証拠を総合的に判断し、和光に無期懲役の判決を下しました。今後も新たな事実が明らかになる可能性はありますが、現時点では確定判決が示した事実関係が公式な見解となっています。この事件は一応決着していますが、わずかな証拠が握りつぶされないよう願うばかりです。A さんのご冥福を心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？